コーンスネークは、波中古有林木ヘビかパンテラフィス属に分類される蛇。 パンテラフィス属の模式種。別名赤大将。アメリカ合衆国南東部模式標本の産地は、チャールストン全長90から120センチメートル。最大全長183センチメートル。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の数は25から29。相配出口までの覆面にある幅の広い鱗の数は203から245。 総排出口から、後部の鱗の数は47から 84? 体色は赤や大色、黄色、赤褐色、灰色などと変異が大きく、体色よりも濃色の赤や大色の反紋が入る。背面の反紋は黒く縁取られる個体が多い。覆面の体色は白く、黒い、角張った反紋が一末模様状に入る。個体によっては白や、 黒一色の個体もいる。和名や英名はこの反紋がトウモロコシのように見えることが由来とする説もある。上唇や下唇を覆う鱗は、名色で暗色で縁取られる。左右の目の間には、三日月状の反紋が入る。交際は赤や大色で、同行はマリー。腹いた数や、おしもた数、反紋の数は、南部個体群の方が多い傾向がある。 2002年に発表されたナメラ属のミトコンドリア DNA の 12S コイ遺伝子の分子系統解析から新大陸に分布するナメラ属の一部を本種を模式種としたパンテラフィス属を復活させ分類する説が提唱された。同年に発表されたミトコンドリア DNA のシトクロム B の最優方、ベーズ法を用いた分子系統解析から本種の亜種とされていた。 プレーンズコーンスネークマー r を独立種として分割する説が提唱された。同じ解析により、プレーンズコーンスネークとのアシュカン雑種と考えられていた個体群も独立種ルイジアナコーンスネークー、e、スロインスキーとして新種記載された。様々な環境に生息するが、松林などの森林に主に生息する。地表生だが樹上に登ることもある。 主に白明治や夜間に活動する。地面に開いた穴や、石、倒木の下などで休む。分布域北部の個体群は陶器に冬眠する。小型哺乳類、鳥類やその卵、爬虫類、両生類などを食べる。生蛇は主に小型哺乳類、特に月子類を食べる。繁殖様式は卵生。1回に12から25個、最大で約30個の卵を産む。 卵は60から75日で孵化する。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以下に品種の一部を挙げる。アネリスリスティック。ありがとうございます。